これフロマザシャローズ逃げ切れるか。すでにミッドのアクション始まっていますが、いや今オメンエロ本読んでたな。マーケットのゼロポイント、うおー、入っていく。キング、キングダブルキル、うわー、うわ、 This is キングだ。メテオがじわりじわりと歩み寄っていく。ファーストブラッド、うわー、そのままダブルキル取った。なるほど、これによって少し配置の予測をしてからのエントリー、 A サイトのエントリーですが、その先ではキルジョイのタレット、アラームボット、むちゃくちゃ綺麗だね。削られることもなく、ただハイミ、これめっちゃいいな、これめっちゃいいな。あー、投げろ、パラノイア、パラノイア、ナイス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 。あえて当たりに行った。いや、うまく避けてる。うまい。戦闘ゼタ、ジャンプしながらのワンピック、人数並びます。ナイス。キングはワンピック返します。おお、プロっぽいよ。キング一人返しました。おお、ラストプレイ。サイト裏からのカバーでした。いいねー。めちゃくちゃ今のコンセプトいいじゃん。これわかんなくなった。ビットへのフラッシュドライブからスポーン側に対してはクラウドバスを展開しながらの B サイトエントリーです。味方のパラ、パラノイアを少し受けてしまったサイプレイヤー、リコンボルトに移って完全でのキングのキル。キング、お前、お前やるんか。スリティも見えてきた。あ、うまい。テルミンド寄っていって後ろ。ああ、ジェンジーが人数有利、まだ一人。ただメインから、わあ、これキングだ。いやー、まあキングが今ビメワンピック取った後にリコンでワンピック取ったのがでかすぎた。割と固めていたこと、あれによって一気に状況は覆りました。そこだ、早いエントリーです。さらに T1 は、このラウンドマンチキンのラグめっちゃ大切だな。これ武器弱いし、ジェンジー取り返しです。どういったリテイクを見せてくれるのでしょうか。うわー、パーフェクトタイミングだ。フラッシュ、フラッシュドライブの開始が入ってきています。ファーストブラッドはエコ。おっと、サイト中はすでにショートから入ってきています。サイト中はすでに一掃しました。ジェンジー、ただリコンボルトメインからの開始、スモーク抜きでゼタがワンピック取り返しましたが武器は拾えません。ショートからマンチキンが回ってきていますが、すでに開始には入っています。そのショートはキングが抑えた。スティンガーであれ抜くの無理だな。でも全体力ね。あー、ここもゴッドレッドがキルを取りました。ヒージャイチで対策してるんですけど、 T1 ミッド詰める。おお、そしてここで A メインバンが動いてきました。すでにミッドのアクション始まっていますが、ここで TS が上がってきていた。いや今オメンエロ本読んでたな。そしてボートハウス、めちゃくちゃエロ本読んでた。倒されるリスク、なるほど。そしてここでヌルコマンドを使ってリテイクを遅延させる狙いが T1 です。うわー、スポン側に対して、うわー、これマーケットの、うわー、いいアングルだー。うわー、めちゃくちゃいいアングルだ。止めていった T1。あれさ、スキルがないと巻きもあれもクリアリングできないからさ、まあ強いよね。ただ早めにナノスワームは切っています。ちょっと厄介なのがあのタレットですね。シェアプレイヤー壊せない。まあ、いや、オーメン強いね。わー、昨日も一昨日も言ったけど、あのオーメンのシュラウドステップ、オーメンのシュラウドステップがまあ強い。ベテランプレイヤーとしてチームを引っ張る。ただ警戒はできてます。そうですね。ただここでヘブンの抜け、そこは抑えた。価値が上がりに上がってる。後続も、ただここはマンチキン打ち勝ちます。一人倒せた者の人数よりは人事。さらにメテオがショートからのエントリーを抑えました。頭見えた、うまい。一人、ただ残りは5秒。もう設置する時間ありません。まあ、無理だね。メテオ時間を稼ぐ。うわ、メテオうまい。タイムアップです。ショートのカバーが合流した。うぅ、一人倒したか。さらに3人、全員倒しきった。このランドはミッド4人で走って、はい、マーケットのゼロポイント。うおー、そのまま入っていく。キング？キングダブルキル。うわー！わ、This is キングだ。うわー！いやもうだからキングなんだよな。俺はもうやっぱキング推しの第一推しキングとして。出来事でした。90度のクロス正面ゼタが入ったところメテオ。行ったっていうのも良かったですし。そうですね、強気に勝負してましたね。今度はゼロポイントでタレットが倒れている間にメテオがじわりじわりと歩み寄っていく。ファーストブラッド、うわ、そのままダブルキル取った。メテオがリンクを制圧。さらにエミン、パラノイア、一選手の感情的に、一選手の感情的にオーディンで壁抜きしてたらプッシュしてこないだろってなるから、なんかすげえその読みとしてはむずいよね。わかんない、俺は結構オーディンの壁抜きしてきたらあんまりなんかプッシュしてこないだろうなみたいな。だからそこはなんかすごいいい駆け引きの部分なんだと思うよ、読み合い言ったら。
まあ、一応引いて A がありえるので油断はしませんが、しかし人数、しかし一人で勝負に出た。しかしフリックで合わせていった。 T1 はサヤプレイヤーゼタ、共に NA で戦ってきた。うわー、 T1 を救います。 T1 もただじゃ負けないと。9対5、今度はジェンジーのバイラウンドです。ただ面白いのがゼタがアレスを持っていることです。 T1 は早めの取り返しになるんでしょうか。手前をまずはフラグメントでクリアしてからオールドローンを入れていきます。クロコンが見えたところで強い TS、 それ TS が抑えています。リコンボールが続く中、サイト中、サイプレイヤーゼタ、ゼタが2キル目、しかしゴッドレッドエコメデオとキルを取り残っているのはバンです。シュラウドステップ、ダークカバー中入りましたが、リコンボルトの返し。しかし、うまく立ち回っているが、うまい。すでに、まあ、ナイス3ラウンド目かな。T1 からしたら。しかし、T1 にと使いどころと判断が本当に早い。メトプッシュ。フラッシュドライブ受けていたんですが、何すんのか、いや、貫通で倒しきった。できなかったですね。ヘブンからのピークを狙っていくか。サイプレイヤー飛び出した。ゼタとキルが続きますが、ゴッドレッドのトレードキル。おっと、スモークの木、いや、重工が最後一瞬はみ出たかもしれないですね。なるほど、あの位置でしたらありえるかもしれないですね。貫通でヘッドが当たってる中、サイプレイヤー耐えていますが、メテオのトレードキルです。そのままゴッドレッド、ゴッドレッド、この試合やばいね。ショートリテイク、マジでゴッドになろうとしてる。なんか、こいつのなんか、結構イカチーキルで、なんかそのラウンドが決まってる。その間、ショートをゆっくりと、キャットウォーク経由でサイプレイヤーハイミットまで上がっていきます。そのプッシュ、エコがしっかりと抑えていました。これはエントリーにすぐ当たれそうですが、どうするか。いや、アビリティなしでテルウィンドから入っていく。まずエコがワンピック、ヘブンスターはメテオが処理していった。ゼータの位置もスモーク中に対してリコンボルトが入っている。よく避けたな。でも今抜き切った。うーん、エコーとゼータの勝負。ほん、残りのマンチキンの位置も補足されました。うん、ミッチーならどう止める。でも、まあ俺だったら普通にあんまもう実力ないから隣の席乗り込むか。見るつもりだったのか、それとも最初からフラッシュで絶対入ってくると読んでいたのか。早い、うん、そして今度は早いラッシュ対策も微妙だしな。メテオ、そしてメテオが抜けてくるところはカルペ抑えた。ゴゴ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 ゴ T1 走れ走れ走れ T1。 うわ強っ、うわジジ。ゴッドレッドキングダブルキル。ラストはゴッドレッド。いやちょっとジェンジーねー、もしかしたら T1 が思ってるよりもなのか。っていう感じがしましたね。